はい皆さんこんばんは尊重スタジオのマネージャーです今日はスタジオワン付属のインパクト XT というドラムツールをご紹介します標準でついているので少しは見たという方も多いんじゃないでしょうかでもなかなか使い切れていないもしくはちょっと小難しそうだそういう人もおられるのではないでしょうか今日は本来の解説に行くまでにこんなことができる というのをお話ししたいと思います。このインパクト XT で作るイベントリージョンは、普通の MIDI を作る時のペイントツールで、このように作るリージョンとは少し違う形で、スタジオワムは動作します。これを一旦消します。このインパクト XT 用に変換できるやり方もあるんですが、それは今回ちょっと置いておきまして、 作りたい先頭にカーソルを合わせてシフトコントロール P これを押すとインパクト用のパターンイベントというのが作れることになりますこういうパターンですねいつものピアノロールとは少し違った形で画面には表示されますここでインパクト XT を見てみますとこのようにプリセットがありますいわゆる音ネタというやつですねこれを選ぶとここが変わります スタジオワンと連動してるというわけですねそして自分の好きなスタイルを選ぶわけです好きかどうかというのはこのパッドをしてみればわかりますというようにこのパッドに割り付けられましたこのパッドは16のかける左に abcd とありますように。 かける8つのパッドが使えます。そしてこれらで作っていくわけですけれども、スタジオワンの方もどんどん進化しまして、入力が簡単にできるようになっています。例えば、このバスドラを入れます。こちらで言えば、2行目のところですね。これに4つ打ちを入れたいときに、1つ1つこのようにして、入れるやり方もあるんですけれども、ここに、 便利に入れるツールがありますので、これを押します。するとこのように一気に4つうちもしくは8つうちこれができるようになりますステップ数とかそれの解像度、いわゆる1音の長さなども設定できるんですがそういう難しいことは次回以降の解説に回したいと思いますこのようにして入れれるわけですまず4つうちにしておきます そしてこれを裏らにシフトすることもできますここのボタンを押すとこのように移動ができるわけですね次はハイハットの音を探してみますこのクローズハイハットを16個入れてみたいと思います。 もちろん先ほども言いましたようにここで16個を入れることもできるのですがこれを一旦消すのはここですここでドラッグするとこのように打ち込むこともできますいらないビートがあればそれはこのように消すこともできますここでオープンのハイハットも入れてみましょうこれでどんなパターンになったかちょっと鳴らしてみますね スネアを入れていきたいと思います。 はい、このようにしてリズムパターンが作れるわけですそしてこのパターンだけじゃ面白くなくここに少しフィルのようなパターンを入れたいそんなときはどうするんでしょうかそれはここでバリエーションというのを作りますプラスボタンを押しますと新規バリエーションができますしこれを元にして作るときはこの真ん中のボタン複製を押します すると全く同じものが複製できます。じゃあ好みのパターンにタムを入れてみましょうはいこのように入れましたら 1>, 1のパターンに戻します。 このように応用したバリエーションが、簡単に作れるわけです。ここではいろんな操作が、この右のところでできるんですけれども、今日は全体の流れを見てもらうということでしたので、まあ、一つだけ、例えば、このキックをリバースにして鳴らしてみたいと思います。それは、このようにリバースを押します。そして再生します。 このようにリバースになったわけです。でも、なってから時間がかかっています。これはなぜかというと、サンプルの長さが長いからです。こういうときは、これを短くすることもできます。はい、これでもう一度鳴らしてみます。<music> このようにできるんですが、今日。 本来紹介したい方法は、皆さんが便利だなと思ってもらうために先日から解説しました XLN オーディオの XO というドラムの音を選べるソフトとインパクト x t を連携してみたいと思いますちょっとこれは左の方にのけておきますそして XO を起動しますここで、 例えばバスドラの音を他の音がいいなと思ったら、このように選択します。XO のいいところは、ここからこの音に似通った音をこのように選べるところが便利なところです。このようにできましたので、選んだらこのキックのところに割り当てをします。そうしましたら、ここで通常はドラッグドロップできる、 この機能を応用しまして、インパクトを XT に引っ張っていきます。これを引っ張っていって、パッドに入れると入れ替えがすぐにできます。ちょっと鳴らしてみます。いろいろな音に変えたいと思います。 あまりわかりにくいので、スネアの音に切り替えてみます。この音をまたキックに入れます。そして引っ張ってきます。音が変わりましたね。このようにして、XO の強力なサウンド検索機能とインパクト XT のサンプラーとしての強力なツールを 掛け合わせたということになりますそして例えば全く新しい白紙のものをここに準備しましたここにもう8つの音が XO には割り当てられていますキックだけ元に戻しますこれをキックのパッドに入れたいと思いますこれでキックはこういう音になりました この8トラックの音を、こちらに持ってきます。それは一つ一つ入れていくのではなくって、この時にシフトキーを押しながら、引っ張ってきて入れますと、このようなことができます。はい、一発で割り付けができましたね。そしたらこちらの音に、XO で作ったこれらの音が、 インパクト、XT にも割り付いたということです。はい、こういうことですね。じゃあ、ドラムのビートを作ってみましょう。 はい、じゃあ鳴らしてみますそして例えば XO にはこの音源サンプルを簡単に切り替えれる便利な機能があります大胆に切り替えるときはここでプリセットを選びますサンプルを聞きます 先ほどと大きく違うようなサンプルをここにもう一度再度割り付けします。その時は、これを先ほどと同じようにシフトを押しながら引っ張ってきます。これで音ネタが全部入れ替わりました。同じパターンで鳴らしてみます。 このように XO と連携することで音ネタ探しがとっても速くなるというお話ですスタジオワンのトラックでは仮にこのようにこれを複製します4つ複製できましたねそしてこれは1のパターンを使いたいこれは2のパターンそして12というように。 順に繰り返すようにしたいときはこのイベントの下にある小さなボタンでバリエーション1を使えここはバリエーション2のままでここもバリエーションの1を使いたいこのようにするとフィルと普通のパターンが順に出てくるようになります。 はい、これでフィルを入れたり違うパターンを並べたりそしてサビのところはまた違うパターンにしたいということがこんなに簡単にできるわけです今日はスタジオワン純正のインパクト XT とここにあります XO ドラムと連携してインパクト XT にどんどん音を選んでは。 こうやって入れ替える方法を紹介しました。インパクト XT のもっと便利な使い方を、次回以降、2、3回に分けて説明します。とっても強力なドラムツールですので、ぜひとも覚えてもらいたい。そんな感じで、解説を続けていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 今日は私マネージャーの一人のトークでしたけれども、次回以降はまた、村長とスタッフで解説すると思います。村長スタジオでした。ありがとうございました。